私の家の庭では2月半ばを過ぎると梅が一輪開くそしてこの一輪が散りかかる頃に今度は数輪開くそれからは次々に花が開き3月の初旬まで完売を楽しめる尋常下は暮れのうちからつぼみが 今にも開くような感じで目に映るがこれはやはり三月に入らないと花が開かない。水仙は一月半ばにはもう花が開き淡く爽やかな香りを放つ。これは私の最も好きな花で花屋から一度に三十本くらい買い求めてきて竹筒に刺しさらにこれを 竹で編んだ籠に入れ書斎に置いておくこうしておくと部屋いっぱいに香りが漂うなぜ水仙が好きなのか私は自分でもよくわからないがこの花は実に清らかであるそれも花の小さな日本水仙が好きである 花の大きな水仙で香りのしないのがあるが花はやはり香りがあった方がよい。アジサイなども暮れのうちからつぼみを持つが私の家には2種類のアジサイがあり一つは普通どこにでもある種でもう一株は額縁と呼ばれている花で花が額縁のように周りに咲きその中に 小さな「粒のような花粉をいっぱいつけた花が開く」「ふきのとうも私の好きな食べ物の一つである」「硬い土を破って目を拭くふきを見ていると何か痛ましい感じがするがそんな感じとは別にこれを食前にのせる人間の食欲とは不思議なものである」 蓮と白目蓮も硬いつぼみを持っているこの花が咲くとあたりが実に華やかになる花が散ったあとで葉が伸びるのは大概の花の習性だろうが目蓮は花が大きいのでそれが一度に花が開くと華やかな感じになるのだろう鎌倉では 2月に雪が降る「ことがあるこんな日は雪の降るのを眺めながら杉し日の青春を思い返すことが多い。それは切れば血がほとばしり出る激しかった日々で同時に痛ましい日々であった。それらの日々はまだ皮膚の痛みとなって 私のうちに残っている「この原稿を書いている日私の家の庭では梅が一輪咲いた。例年より十日ほど早い。私はその白い花弁を眺め去年とすべては同じだなと思った。